はい、ということで、都市伝説、ラストでございます。私ですね、はい。すごいあるあるでいいですあ、実か？際あるんですよ。ものすごいあるあるなんですけど、ピアス開けるときに、なんか開けた穴に、なんか、白い糸あ、出ってよくありますよたー。あるね。引っね張るとなんー。か良くないっていう。まあ、一回もなったことないんですけど、あれ今っ嘘？てあんま聞いたことない、聞いたことないですよ本当ですか？ね。結構言いわあ、ます結よ。構有名ですよ、あれは。だまから、なんだっけ？あ。まあまあ、世話しにてるんです見るけど。奇妙な物語かなんかで、それをドラマ化してたんですよ。本当ですか？なんか女の子二人が、一人が、スッて開けて、で、もう一人も一緒に開けるんですけど、片方が、夜中電話来て、なんか、耳から白い糸出てるんだけど、その子気づく。気づいて、ダメだよ、それ取ったらダメだよ、わーって奥から聞こえて、その子取っちゃって。で、その次の日から学校来なくて、連絡も取れなくて、いやーって言ってたら、その子も、こうやって鏡パッて見た瞬間に白い糸がたらって垂れうわ、てて、怖い。で、そこで、スッて確か終わったはず。あ、違聞かないかう。こうも。やって、こうやって手伸ばしてって、フェードアウトしてた感じ。ってぐらい結構有名な話ですよ。なんか白いとか出てたら視神経だから目も見えなくなるみたいな。そう、じそれそゃあ、れそれ。そうでしょ。でも、神経はそんなところにないって話を聞いたことある ですで。ね、僕が思うにないんですよ、耳には。感覚はあるかもしれないけど、神経がこんだけのところに集まっていくと、何しても痛いはずなんですよ。ですよね。なので、出てこないはずです。ですね。なんか健康的な話をすると、なんだっけ、耳ってこう、自分そうのですか。胎児の、なんつう、要は、タブがこう頭でこういう形で、こうやって揉んでって、痛いとこが自分の痛いところに、だから上の方が痛かったり、足のあれとかっていう、なんかまあ、ざっくり言うとね、ざっくり言うと、本当はもうちょっとなんかいろいろあると思うんですけど。ないですね、痛いとこ。足には痛いこともあるけど。まあ、耳たぶの先が痛い。頭が痛悪いいからだ。なー。じゃあ今日は5教科何点取れるかな？2点。前半で終了。なんなら1教科目で終了。で終了。まあまあ、ということで、今回の都市伝説、語り編は、終終了。了。まあ、都市伝説検証は別に、怖いやつじゃなくてね、なんかちょっと、夢のあるというか、なんだろうな。ちょっと、撮っています。皆さんも試してみてください、みたいな関係の感じでやりますんで。よろしくお願いします。では、皆様、次のコーナーで会いましょう。バイバーイ。映ってない。映ってないそうでよ。すね。